この3日間にやったらいいことっていうことで、もしね、できるところがあったら、ぜひやっていきましょう。1つ目。こんにちは。碇のりこです。5月30日から6月2日の4日間のうち、5月31日だけお休みで、3日間火炎日が続きます。で、スケジュールはこんな感じなんですね。5月30日は虎の日。5月31日はお休み。6月1日は一粒万倍日。6月2日は巳の日っていうことで、まあ見ての通りね、金アップデーの間にですよ、一粒万倍日があって、まるでオセロのようにね、はい、金運みたいな感じの3日間になります。で、まあ3日間も続くとやっぱりちょっと嬉しいですよね。で、月の初めの火炎日なんですけれども、まあ5月30日もね、火炎日ですが、ただもう6月のエネルギー、まあ6月の運に影響してるっていうことで、この6月の機運上昇にとっても影響します。ということで、私はですね、いつもこういう時が来ると何しようかなって考えるんですよね。もちろん金アップすることを考えてるので、私がやろうとしてることなんですけれども、みんなも一緒にやりましょうということで、まずね、前回のコメントありがとうございました。とっても嬉しかったです。っていうか、すごい楽しかったですね。で、特に前回の満月は半端じゃなくエネルギーがすごかったですね。私ももう本当に2週間前ぐらいから眠くて眠くてしょうがなかったりだとか、あとやっぱりね、ちょっとね、ネガティブがすごく出やすかったんですよ。で、もうこういう時はやっぱりちょっとね、自分のなんでこういうネガティブが出たかなって、まあ向き合ったりするんですけれども、まあそのおかげで自分のね、ことが分かったりします。ただですね、ただですよ、スムーズにいかない時は、満月のせいにします。まあスムーズにいかない時ってあるじゃないですか。ね、ありません？ね、例えば、そうですね、信号が全部赤だったってなったら、私はもう、あ、これは満月のせいだから諦めようっていう時があります。ね、そういうふうにしません？あ、もうこれ今満月のせいだわ、みたいなね。で、私、この、満月の日はもうワインをすっごい全部全身被った時があって、あー、満月だからだって言ってました。で、お金もね、お財布から小銭がブワーって散らばった時も、あー、満月だからだって満月のせいにしてました。するよね。満月のせいにしちゃうよね。っていうね、満月の時は本当に私よくやります。まあ、こういうことを、まあ、みんなね、満月のパワー味わってますから、同じようなことが起きてる人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こういうことがパートナー同士ね、分かってれば仲良くなれるのになって、思います。だって、まあ、旦那さんがイライラしてたら、ああ満月のせいだって思えたりね、奥さんがイライラすると、ああ満月のせいだって思えるじゃないですか。ただ、コメントでもありましたね。奥さんが眠いのはこのせいかとっていう方がいらっしゃって、私はちょっと、あ、嬉しいな、理解してくれてるって思って嬉しかったんですけれども、最近は男性も多く、このね、動画を見てくださって本当にありがたいなと思います。ということで、今回も思いっきり楽しんでいきましょう。さて、この虎の日、一粒万倍日、巳の日ですけれども、虎の日にはお金を使うと戻ってくるしね。一粒万倍日はやったことが万倍に返ってくる。巳の日はね、お金の願いが届くっていうことで、金アップの日になります。というね、この3日間にやったらいいことっていうことで、もしね、できるところがあったら、ぜひやっていきましょう。1つ目、欲しいものがあったら、購入するといいです。まあ、特にね、何を購入するといいかっていうと、夏の洋服を1着購入するっていうのがすごくいいです。欲しいものがあったらでしょ？でね、ここで大切なのは、もう欲しいものを買った。そしたら、購入したら1個捨てることです。1個購入したら1個捨てることです。これ聞いて、できないって思った人いません？いるよね。私も苦手なんですよ、これが。購入したらね、ああ、嬉しいって思って、ね、よく1個買ったら1個捨てなさいって言いますけど、それできないんですよ。
買うと嬉しいんだけれども物が増えてって後で嫌になるパターンですよね、これね。だから1個買ったら1個捨てる、これ私と一緒にやりましょうね。これ結構大事なあの会員ポイントです。そして2つ目、この3日間に衣替えするっていうことですね。忙しかったら3着だけでいいから衣替えしてください。この時ももう着ない洋服があったら頑張って捨てる、1着でもいいから捨てる。これが、超会員ポイント溜まってますから、これすごい大事なポイントなんですね。ちょっと買ったら捨てる、もう着ない洋服があったら捨てる、これはとってもポイント溜まります。そして3つ目、自分を丁寧に扱ってあげるといい3日間です。美容室やね、ネイルに行くだとか、あと自分が食べたい食事をしっかりとることです。安いものやね、まあいっか今日このご飯でっていうことを絶対選ばないでくださいね。私ね、昔やっぱり運気が良くなかった時って食べ物をやっぱりまあいいかとか安いからっていうことで選んでた時があるんですよ。自分に満足させてあげないのね。でこういうのって運気上がらないんですね。だからやっぱり安いものとかまあ一家で選ばないということです。であとただね、火炎日だからといってねやらないといけないじゃなくて、あの自分を優しくすることも運気アップなんですよ。疲れてたら何もしないことも運気アップです。体が動かなくてね、無理にあのやることはないです。なぜかというと無理にやることっていうのは運気ダウンになっちゃうんですよ。だから運気アップするってことは休むことも運気アップってことなのね。でこのね、自分を優しくしてあげるっていうのは結構ポイント高いんですよ、運のポイントとしては。だから絶対にいっぱい貯めてくださいね。で3つ目、1日でいいから運気アップ掃除をしてください。で今回ね、キングアップ掃除でいいのは部屋の西側を掃除する、または玄関から入ってすぐの廊下ってありません？ね、目の前の廊下を掃除するっていうことなんです。お天気なら玄関や窓を開けてね、気の流れを良くしてあげるっていうことがいいと思うんですけれども、玄関を入ってまっすぐ壁までの間って実はすごく運気アップラインなんですよ。この運気アップラインに物があったりごちゃごちゃしてると実はお金が入らなくなります。だからこのね、玄関から気の流れまっすぐの壁まで行くまっすぐのラインを本当に綺麗にしてあげてください。これすっごくおすすめです。そして4つ目、神社に行く場合は金運アップの神社だったり、まあ虎の日はね、毘沙門天様がいらっしゃる、亥の日は弁財天様がいらっしゃるところに行くといいですね。で、身の日にはお金の願い事をするのも最高にいい日なんですよ。なので神社でぜひ宣言してください。あのね、弁財天様に届けてくれるって言われてますからね、ここでお願い事するっていうのはすごくいいです。そして、神社では現実的にね、願いが早く届く方法、現実が早く動く方法としてどういう参拝の仕方がいいかっていうことで、私がやってる方法をお伝えしたいと思います。まず1つ目は、日頃の自分の感謝を伝えます。もうこれは一番ですね。美味しいものが食べられて本当に幸せですとかね、毎日ね、幸せに過ごしてます、でも何でもいいです、ありがとうございますっていうことを伝えてください。私はいつも何を伝えてるかっていうと、家族の健康です。健康があるから動けるし、健康があるから何でもできると思うんですよ。もうその健康っていうのを、いつも、感謝を伝えてます。で、あ、今私健康じゃないわって思ってても、私は生きてることにね、感謝をすると思います。あ、もう本当にね、生きてることで本当幸せですとかね、いつもありがとうございますとか、そういうことを伝えてると多分ね、体も元気になってくるんですよ。ありがとうをいっぱい言ってあげるっていうのはすごく大事です。そして、次に私がやることっていうのは、私はこういうことをしますっていうことを宣言します、お願いします、もうこういうふうに叶えてくださいっていう願い事って、実は自分の潜在意識に言ってるようなもので、なかなか叶わなかったりするんですよ。だから私はこういうことをしますっていう宣言が
一番届きます。ぜひね、宣言してみてください。5番目、この3日間は笑う、笑顔を作るっていうことをしてください。これは必ず運気アップします。まあ、気運アップにも絶対になります。私は笑う角には福来たるっていうのがね、実は私の、座右の銘なんですけれども、笑ってたらいいことあると思ってるんですよ。先に笑うからいいことがいっぱい起こってくるんですよね。だから笑うことが先です。で、笑いってね、自分の免疫力を高めてくれることをしてくれますから、まあナチュラルキラー細胞が増えてね、病気さえ吹き飛ばしてくれると思ってます。なので鏡を使ってでも笑ってみるかチェックしてみてください。結構ね、これね、笑ってるかどうかって見てみないとわからなかったりするんですよ。私ね、考え事しながらご飯食べてるとね、すっごい険しい顔してるんですって。で、これはすごいいけないなっていつも思ってるんですけれども、やっぱり気づかないうちに笑ってなかったりとかするんですよね。で、笑いって私の中ではすごく大切なことだったり、あと笑うだけじゃなくて笑顔ね、いつも笑ってみるっていうことがすごく運気を必ず上げてくれます。だからぜひね、この3日間笑って過ごしてみてください。なんか心がもやもやっとしててもちょっと顔を笑ってみるとかね、そういうことすると笑うことがいっぱい起こってくるんですよ。不思議とどん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 笑うことが起こってきて、なんかいいことだらけだったり、気運上昇だったり、本当に嬉しいっていうのようなことがいっぱい起こるんですよね。だから、笑うっていうのは大切です。この3日間ぜひやってみて。ということで、この3日間を迎えて気運が莫大に上昇してると思っててください。まあ、運のポイント集めることでね、何かやっちゃったって後でなったとしてもですよ、ポイントがちょっと減るだけなんですよ。まあ本当にやりすぎちゃうとポイントもガーンって、ね、減っちゃうかもしれないけど、でもまた増やせばいいんですよ。こうやって積み重なって楽しくやってね、甘味を使ってこうやって運のポイントを増やしていけばいい。だから、楽しんで過ごしてくれればいいなと思います。もし開運日に嫌なことがあったら、前にね、そういうことを YouTube で伝えてるから、それをぜひ見てください。必ずね、開運日に嫌なこと起こる人いっぱいいるんですよ。私も含めてね、私嫌なこと起こるんじゃないかなと思う人もいますけれども、大丈夫です。ということで、楽しく開運日を過ごせます。ということで、今からこの開運日にやることをね、考えて、このコメントにぜひ書いてください。まあ私、みんなのコメント見てるのが大好きなので、もちろん3日間過ごした後のことをもね、聞きたいので、ぜひ書いてください。楽しみに待ってます。まあそういうことで、みんなでね、運のポイントを貯めてね、みんなで波動を上げて、いろんな願いを叶えていきましょう。ということで、みんなで最高のハッピーを手に入れようね。じゃあね。